イスモンスタージョン TV、 今回はワンピース初見読みやっていきたいなと思いますって言いながら表紙を思いっきり呪術ということで、かっこいいよね。なんかさ、最近表紙ずっとかっこよくない？別に前が変だったとかそういう意味じゃないからね。どのパワーアップしてるって意味でなんかかっこいいよね。色合いとかもすごいいいなというふうに思うわけでございますけどもね。はい、そんな感じでやっていきたいなと思います。ちなみになんか変わっているよね。そう、ここに進撃のフィギュア来たんですよ。でここにエヴァのどでかいのも置こうかなーって、こんな感じで置こうかなって。今ここにやついるんだよね。見えねえじゃん。俺からは見えるんだけど、ここに角があるからさ、刺さりそうなんだよね。だからここに置いた方がいいかなと思ってね、ここに置こうかなと思っております。そしたらなんかかっこいいよね、でかいのが。でアンプもね、あるんですよ実は。でこんな感じ。いや、アンプじゃないからね、これ冷蔵庫です。アンプって言いながら冷蔵庫です。はい、そんな感じです。ということでやっていきましょう。ワンピースは、2個目だよな。ニコニコに、あなたのハートに、インガザラス。オッケー、来ました。さあさあ、やっていきましょう。ワンピース1014話、人生の大根役者。ということで、ローさんに虎を、虎の屏風の前で、トンチを絞る。トンチを絞るってなんか考えるっちゅうことなんですかね。屏風ね。屏風の虎を捉えてみせよ。はい、そういうことですね。そういうことですね。いけてる。はい、ではやっていきましょう。空をうごめく鬼ヶ島。青色を惑って見せた。だが、その凄さはお粗末なものだったな。落ちてますね。落ちたな。ゴムゴムのなんだって、ウォロロロロ、ゴムゴムの何よ。ゴムゴムのなんだってって言ってることは、やっぱ変身はまだしてないよね。ギア5なるもの。まだやってないってことだよね。ゴムゴムのなんだって何なんでしょうね。お前もジョイボーイにはなれなかったか。お前も知ってんの、ジョイボーイ。あれれ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 、なんで知ってんの、なんで知ってんの。ちょっとこれ気になりますね。ブルルルルルルル、ガッチャ。カイドウ様、ママのすけを見つけたよ。やばいね、これ。やばいね。すぐに行く。ついに。ここ離れます。これやべえじゃん。バオファン。鬼ヶ島中に結果を報じろ。やべえじゃん、これ。ああ、いうところか。で、城内。3階。大和坊ちゃん発見。桃之助を抱えているぞ。おう、手錠がない。おう、暴れている。いいですね。僕はおでんだ。で、はぁってわかんねえよな、それは。おう、で、ところかわってまた、1階天井裏、どんどん展開するね。忍ぶ。おー、拙者は死んではならんようだ。めっちゃなんか真剣な顔して、桃くん。おぉ、キーン言ってる。ちょっと待って、誰でござる。ちょっと待って、何これ。ついに来ました。ズニーニャ来ましたかね。これ熱いね。そういうことなんじゃないの、これ。もう近いんじゃない。やっぱずっと言ってるじゃん、ズニーシャ来るんじゃねみたいな。これ来るんじゃないので、ところ変わってまたドクロドームライブフロア、思いっきりチョッパーヨンが吹っ飛ばしてるクイーンを。いいね、チョッパーエモンさん。いいよ、さん付け。はい、おお、あ、でも結構余裕そうっすね。しかもタヌキヨバワリ。やべえじゃん。めっちゃなんか、刺さってんじゃん。こいつね、やば。で、ここで階層入んの？はい。おー、すげえ。マジか、ランブルボール。ここでもう、強化ですか？やばくね？リスクは何？また暴走？暴走以外なんかあんのかな？なんなんでしょうね。暴走以外なんかありそうだよね。暴走じゃなくてなんか来そうだな。ブラックコーヒー、いきなりなんか来たな。ネーミングセンスよ。ブラックコーヒー言うて。そうか、なんかラテもあるんですかね。はい、気になるところですね。はい。出してますね。やっぱ安定のなんか出すんだよね。誰か飛ばされてるしな。はい、雨の矢。雨の矢の雨。ダジャレかかってますね。また来る。雨の矢の雨。寒いね。恐ろしいね。はい、そんな感じですね。ごめんなさい。失礼しました。はい、はい。おー、メアリーズ拡散モード。やべえじゃん。リツイートモード入った。ガチャ、カチッ、カチッ。やべえじゃん。ファボはあんの。ファボめっちゃ、めっちゃ報告してる。決着ついたよ。敵の最高。賞金首、麦わらのルフィは負けたよ。やべえ。しかもチョッパー食われてる。頭。あ、違う、肩だ。肩が、頭食われてるのかと思うには、めっちゃ焦ったわ。やべえ。ああ、みんなびっくりしてる。ああ、しかもやべえ。ジンベイと戦ってんじゃん。あれ、フーズーフー、なんか足技使ってんね。しかも剣も使ってるね。どういうこと？何？この足技綺麗に使って。ああ、やっぱこいつ CP じゃねえの？これ。ねえ。
やっぱ CP じゃねえの、そっち系なんじゃないの、これセーフなんじゃねえの。やっぱ綺麗な蹴り技、なんかルッチを思い出さねえ。いやこれちょっとルッチを思い出させるビッチだな、これは。これ怪しいぞ、俺は見逃さないよこれは。で刀持ってる、なんで一応みたいな一応か知らんけど、これちょっと俺見逃さないよこれは。だったらお前刀使えやみたいな感じやん。いや使えると思うけど、いや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 、これはちょっと気になるなぁ。あれ、掃除を始める、やべえじゃん、派手に壊しやがって、リンリン言うて幸福を認める。あ、なんか認めるんだよね幸福を。はぁ、こんだけ暴れてさ別にいいんだ。へぇ、関係ねえよあんなバカ。はい、キッド、さすがさすがだね。なぁ、さすがさすが、サンジ、ゾロ、これだよね。いいですね。でもみんなこう映ってんだよね。でロビンちゃんちょっと怪我してんな、大丈夫か。だから結構いい戦いをしてんだよね、みんながみんなで。いやーすげえわ、すげえ展開だわ、結構やばいねこれ。しかも今度は1階天井裏への通路。勘十郎来ましたね、勘十郎来ました。待って待って、勘十郎来たのはいいんだけどさ、ちょっと待って、これさ思ったんだけどさ、今状況的にはさ、あのさっきのルッチの件じゃないけども、エニエスロビーみたいな感じじゃない。ルッチを逃したら仲間が全員やられるみたいな、そんな感じじゃん。止めてた、止まらなかった、で今から掃除に行く、そういう状況じゃね。なんかあれの最悪パターンって感じだよね。どうする、そんな感じじゃない。カイドウ止めないとやばいよこれ。で勘十郎ですよ、まずいんじゃないよ。そうだよ、ここにカエルがいるとまずいっすよ。お、君はもうみんなに伝えなければ、何を伝えなければ、勝機はあるっちゅうことが。ここでだって今聞いてるもんね、降伏しろ、負けた、もうダメだってことを言ってるじゃん。だからみんな絶望せなあかんや、ももくんも絶望せなあかんや、頭抱えながらも絶望してないんですよ。みんなに言わなければ何を言わないといけないの。ズニーシャが来た、そこじゃない、ズニーシャが来たじゃないの。ズニーシャが鼻を伸ばしてルフィ君をおろろろろって回収していったんじゃないの。ゾーさん、ゾーさんって、なんかまだ下れたいそうなんで。じゃあそういうことよ、そういうことよこれ。ほら伝えなければで、伝えることによってルフィは大丈夫で、さらにズニーシャが来た、最強の仲間が来たっていうことを言って士気を上げるってことを考えてんじゃなあ。またこれ呆れた言うて、いや父上胸が痛い、これひどいな、見てはならぬ、うわー、これはひどいわ。おいキクどうした、そんな顔すんな、うわーこれめっちゃムカつくね。おいキクどうした、そんな怖い顔するな言うて、くームカつく、俺だぞーって、かーマジでムカつくこれ。勘十郎、うわうわうわー、へーマジで？マジで？マジで？おきくー！まあ！これ、きつらー！顔変わってる！このクソ野郎！うーわ、致命傷って言いながら、こいつ動きすぎやねん。早いけ！ほんとに。マジでありえねえ。うわー、面目ございません。しかし、残雪。溶けゆくならばきっと夜明けは遅行ございます。あー残雪ここで回収すんだよ、もう、うーわー、黄泉の国にも届こうぞ。黄泉の国、黄泉の国っていう言葉がここでも出て、後ろにはクソ積み、あー、いった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 ぞこれ、これいった完全に。今度こそこいつ死んだぞ。てかさ、いや俺ちょっと何なんだろう、結局全てが演技だったっていうさ、なんか本当に自爆魔みたいな感じやんこいつ。舞台上じゃあ親友だった、だから別に舞台降りりゃお前なんて死ねえっていう考えでしょ。うーわムカつく、マジ自爆魔だこれ、ありえねえマジで。覇王色まとってる、あかんあかん、マジかよ、うっそー、金右衛門カイドウに、うわこれやられたな、これ刀も折れてるぞこれ。鬼ヶ島、和の国本土上空へ到達、うわー、国一国と、千十四は終わり、次回救済なし、うわー、えぐえぐ、和の国下がるの多いな、マジで下がりすぎやで。なんかもうね、ここなんかクラーン行って、こう気持ちうーって上がって、うわーってこう分かる、上がり幅少ない、もっと行ってくれみたいな、こう気持ち下がってからのドーンみたいな、やばいねこれ。いやーえぐいっすわ、なんか
やばいね、ワンピース凄ざらしですね。はい、そんな感じで首都圏読みこの辺で終了していきたいなと思います。ここからいろいろちょっと思ったところまとめていきますんで、また動画出したらなと思います。皆さん最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。グッドボタンめっちゃ押して OK、 あと登録ボタンもめっちゃ押してください。 OK ですか。はい、めっちゃ押してもしょうがないんだよね、一回押しといて。はい、そんな感じで終了していきたいなと思います。最後になります、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシドでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!